ゼッケン2番、鳥沢克治です。20回目の出場になります。ゼッケン2番ですけど今回初めてです。いつも不動の3番だったんですけど今回は2番でちょっとびっくりしてます。はい、まあ、1番じゃないからよかったんですけどね。まだ、はい、体重がこう103キロぐらいあったんで今80ぐらいなんで23キロぐらい落として、やっぱり走り中心にねいろいろ頑張ってきました。まあこんな時代なんですけどもね、こんなじじいでも頑張ってるぞということでね、今回もクリア目指したいと思います。はい、20回連続ファーストステージ落ちてますからね、多分自分ぐらいだと思いますよ。はい、あのエリア自体は熟知してるんですけど、どうしても体がつかない ついていかないんですけども、せめてそり立つ壁の前ぐらいは行きたいですね。せめて、はい、今回20回せめてファーストステージクリア頑張ります。よろしくお願いします。あの伝説の男たちが帰ってくる。さあ戻ってきたぞ。天国と地獄を分ける最後の審判、サスケ12月29日夜7時。